沖縄戦没者追悼式に沖縄人民解放器、矢じり続ける。本日行われた沖縄戦没者追悼式に沖縄人民解放器を掲げる集団が出没してしまいました。この集団、矢地を飛ばし続け、追悼式典を妨害続けました。この妨害について自民党の和田正宗議員は、沖縄戦没者追悼式に参列する安倍総理の車列に、 彼とひどいい声を上げていた私の後方に座っていた方々は沖縄の方でしたが、やじに沖縄の恥だとつぶやいていたと紹介いたしました。また立憲民主党の有田義さんは、安倍はやめろの叫びがよく聞こえましたと発言されておりますが、こういった追悼式で暴言を吐いて妨害し続ける行為はありえません。 例えれば法事で騒ぎ続けるようなものでございます。追悼式はおごかな雰囲気で行われるべきでしょう。日本の未来を守るために犠牲になった二十万人もの方々を侮辱していると言わざるを得ません。日本政府には沖縄県には来年以降このような戦没者の方々に対する侮辱が起きないように 徹底的に対策を取っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました